鬼滅の刃最終巻、こちらは同梱版フィギュア4体付きの特別版ですね。23イクホシシモカお、イクホシシモをきらめく命、ついに完結、ついに炭治郎たち鬼殺隊が鬼舞土無惨を倒すことができるのか楽しみ。早く読みたい。これちょっと開けるの緊張するな。丁寧に開けないと大事なこのフィギュアに傷がついちゃうな。あー、なんか見たけど、楽しみなフィギュア、こちらキューポケット、猪之助、禰豆子、炭治郎に全員ザッサッパカーン。うわー、綺麗、とてもカラフルです。抜けない、よいしょよいしょ、やった出た。炭治郎、禰豆子、猪之助、なんか素顔がとっても可愛いですね。炭治郎に禰豆子、ちょっと大人っぽい雰囲気の絵柄になってますね。こちらも覚醒後の善逸のような雰囲気と、猪之助が獣の呼吸乱れ咲きを出した後のようなかっこいいポーズです。さあパカン、イエーイ。さあまずはこちら、これは善逸、さあ猪之助、禰豆子、さあ炭治郎、あーちゃんと背中に背負う箱もありますね。でちょっと待って、炭治郎だけなんか頭が2つある。でこちらが台座に一人一人の刀だ。これうわー、ものすごくよくできてる。まずは禰豆子ちゃんから見てみます。さあ禰豆子の胴体に首を合体、はいはい、もう完成です。いや、髪の毛のひらひらも綺麗にできてるし、足元もかっこいいですね。瞳もとっても可愛いです。でこちらが二頭身キャラついております。猪之助、さあ猪之助出てこい。うわ出てこない、出てきた。猪之助は頭合体です。すごい可愛らしいキャラですね。もともと顔が女の子っぽいですけど、キューポスケットのキャラになってさらに可愛さが増しております。で猪之助、これかぶせれないんで頭をこちらにしますと、猪突猛進イノシシ型の猪之助です。猪突猛進、善逸、顔が2つついてるな。これ違いがちょっとよくわかんないんですけど、よく見ると眉毛の角度と口元が口角上がってるのと下がってるのですよね。こっちが元気いい善逸、こっちが悲しそうでビビってる善逸です。まずはビビってる善逸から。ビビってる善逸かっこいいですね。これなかなか様になってますよ。さあこちらは元気良さそう善逸ですね。さあ髪の毛のこの雷に垂れた具合がいいですね。かっこいいです。炭治郎、なんかいっぱいアイテムがある。炭治郎アイテムがたくさんあります。さ炭治郎の頭が別バージョンになってますね。これ炭治郎の顔はうわこれどこ違うんだろう。皆さんわかります？瞳の色も口角もちょっと似たような感じ。あ、わかりました。皆さんわかりましたか？これ額のこのあざですね。あざがこれが元々のあざで、これが鬼と戦って出現した本物のあざっていうんですかね。こっちがさらに強くなった炭治郎かな。これが普通の炭治郎で、これがさらに能力を発揮してる炭治郎、そういうことですね。あざの違いでした。ってことは炭治郎は、はい、これが普通の炭治郎で、でこちらに禰豆子を入れる箱ですよね。先ほどのこの禰豆子の人形をここに入れて、これをここにはめると、やった、完全に禰豆子を背負った炭治郎が再現できる。でこれ背負う前に乗せなきゃダメだ。こう乗せてから頭ですね。頭をして禰豆子を乗せます。そうしてこちらを、はい、蓋をして完成ですね。禰豆子を背負った炭治郎完成です。
かっこいい。そして頭のこのあざが完全に出現した炭治郎に変えるとさらにかっこよくなりました。さあ炭治郎、禰豆子を背負って旅に出ます。炭治郎もかっこいい。そしてこちらの剣を持たせるんだな。さあこちら伊之助の刀、さあ装着するとこういう感じですね。めちゃくちゃ迫力があります。このギザギザ剣すごいかっこいい。こちらは善逸の刀ですね。稲光のマークが入っております。そして善逸に持たせるとこんな感じになってます。かっこよくなっております。はい、凛々しい善逸。さあ最後炭治郎の日輪刀、この黒い文様が見えますよね。炭治郎の剣、炭治郎に持たせるとこういう感じになります。はい、かっこいいです。でなんと炭治郎の日輪刀ですごいのはこれですよ。これこちら見てください。この唾見てくださいよ。これは感動ですね。鬼滅の刃無限列車編で惜しくも赤座と戦って敗れ去った煉獄杏寿郎さんの炎の唾を受け取ったわけですね。感動ものです。この剣を持てば炭治郎最強ですよ。炭治郎強くなりました。善逸、伊之助、禰豆子、炭治郎、どれもみんなとてもよくできています。今から23巻読ませていただきます。今回も皆さんご視聴ありがとうございました。